中国共産党が1999年7月20日にファールンゴンへの迫害を開始してから24年が経ちました。ファールンゴン学習者が迫害に立ち向かい反対の声を上げ始めてからも24年を迎えようとしています。15日世界各地のファールンゴン学習者が迫害開始から24年というこの真実を世の人々に伝えようと多くの地域で大規模な集会が開かれました。アメリカ・ニューヨークでは2000人余りのファールンゴン学習者がマンハッタンのチャイナタウンで行進パレードを行いました。マーチングバンド天国楽団を先頭にいくつものストリートを行進しました。パレードに参加した人々が掲げたファールンダーファは素晴らしい、神前人は素晴らしい、迫害を停止させよう、天は中共を滅するなどの横断幕が多くの観衆の目を引きました。途中にはファールンゴンを修練していない多くの歌人も行進に参加し、ファールンゴン学習者への支持を表明しました。またカナダのトロントでは数百人のファールンゴン学習者がクイーンズパークで集会を行い、中共によるファールンゴン迫害について糾弾しました。集会には地元の要人も多数参加し支援を表明しました。イギリス・ロンドンではファールンゴン学習者が市内中心部で集会、パレード及び記者会見を行い、中共の横暴を暴露しました。さらに国際社会に向け中共の生体臓器収奪の犯罪をやめるよう呼びかけました。台湾では1500人以上のファールンゴン学習者が台北市の繁華街で大規模なパレードを行い、中国共産党を滅ぼし迫害を終わらせようなどのメッセージを書いた横断幕を掲げ、中共によるファールンゴンへの迫害の停止を訴えました。オーストラリアでは14日シドニーでファールンゴン学習者が集会を開き、中共によるファールンゴン学習者への残虐な迫害の停止を訴えました。当日は多くの地元の要人が駆けつけ声援を送りました。元パラマッタ市長のアンドリュー・ウィルソン氏はファールンゴン学習者が迫害をする者に誘導されることなく逆境に耐えて善良で良識ある人であることに対してファールンゴン学習者を尊敬していると語りました。いつの日かあなたたちが明るい未来を見ることができると信じています。中国が自由になることを信じています。その日を迎える準備をしなければなりません。その日は間もなくやってきます。1999年7月20日中国で突如始まったファールンゴン学習者への迫害は今年で24年になります。今月15日から16日日本のファールンゴン学習者が大阪と京都で 7.20 反迫害記念集会及びパレードを行いました。多くの国会議員が様々な形で支持を表明しました。日本三大名城の一つ大阪城の麓で全国から集まったファールンゴン学習者たちが連行動作を行い、穏やかな形で2日間にわたる 7.20 反迫害記念集会の幕開けを飾りました。和やかな音楽の中、ファールンゴン学習者の穏やかな表情が大阪城の荘厳な雰囲気に溶け込み、まるで一体となっているようでした。辺りが観光客でにぎわう大阪城公園ならではの特別な風景となりました。15日の正午、日本全国のファールンゴン学習者が大阪の中心部で集会を開きました。集会には参議院議員の山田博氏、衆議院議員の石橋林太郎氏、同じく衆議院議員の和田雄一郎氏と評論家の三浦小太郎氏など多くの方から声援が寄せられました。また集会には元衆議院議員の長尾隆氏も駆けつけスピーチを行いました。皆さんの、信ずるところが本物であり、世界を救う、民主的なものだから、中国共産党がファールンゴンの皆さんをターゲットにするんだと思います。皆さんのね、価値観、これは私たち日本人の価値観とすごく共通する部分があります。これはおそらく人間の知力で生まれたものではなく、自然から与えられたものだと思いますので、引き続き苦しいこともあると思いますけれども、ぜひ継続していただきたい。そして私たちも全力で支援をしていきたいと思ってます。頑張っていきましょう。
ファールンゴン学習者が江沢民を訴えることについて、長年支援してきた弁護士の徳永真一氏は、中共の権力を恐れずに24年も正義を追求してきたファールンゴン学習者の精神に感服し、自ら行進に参加して支持を表明しました。秘密警察だとか、あるいは大使館、領事館の人脈だとか、あるいは日本の左翼だとか使いながらね、さまざまな妨害をやってきたんだなっていうことをね、今実感してますけどね、その中でずっと声を上げてこられたっていうことに対してね、もう大変その勇気と、そしてその良心っていうのかな、正義を求める心っていうものに大変感心してます。そんな意義のある今日のこのデモ行進に、僕もこうやって駆けつけることができて、そして一緒に歩くことができるということを大変光栄に思ってます。観光客でにぎわう関西の繁華街を、ファールンゴン学習者は迫害をやめさせるための24年の忍耐と願いを記した横断幕を掲げ、約2時間ほど行進しました。両日とも関西の最高気温は40度近くを記録し、灼熱の夏日となりました。しかし天国楽団を先頭にした隊列は、反迫害の横断幕を掲げ、炎天下の中、大阪の道頓堀や心斎橋、京都の八坂神社や鴨川といった有名な観光地を練り歩き、平和的で理性的な訴えを多くの人々に伝えました。毎年7月20日前後、世界各地のファールンゴン学習者が、中国共産党によるファールンゴン迫害の停止を求める大規模な集会やキャンドルナイトを開催しています。1999年7月20日、当時中国の江沢民国家主席はファールンゴンへの一斉弾圧を開始しました。ファールンゴン学習者を大量に抹殺する迫害が中国大陸を席巻し、24年が過ぎようとしていますが、迫害は未だに続いています。毎年 7.20 に際し、海外のファールンゴン学習者たちは平和的な行進や集会を通じて、迫害に反対する数百万人の学習者の声を発信しています。9日夜、マレーシアのティティワンサ公園で、マレーシア各地から集まったファールンゴン学習者が、ろうそくを手に静かに座り、中共に迫害され亡くなったファールンゴン学習者に哀悼の意を表しました。また14日、シドニー中心部では、天国楽団を先頭にしたファールンゴン学習者からなる隊列がマーティンプレイスを出発し、商店などが立ち並ぶ賑やかな通りを行進しました。また、市の中心地では反迫害24年を記念する集会が開かれました。I think the whole country can be proud of you, and I believe we will be victorious. It is not going to be an easy road. It's going to be a hard road with many setbacks. But ultimately, I believe you will win and must win for the benefit of the whole human race. Our hearts, our prayers, and our thoughts are with you. We will do everything we can to end this crime against humanity. 15日、ドイツの一部のファールンゴン学習者はミュンヘンで、反迫害24周年を記念し、中共による残虐行為の停止を求める 7.20 反迫害記念集会とパレードを行いました。活動には12人のドイツ国会議員と連邦州議会議員が連帯して書簡を送ったということです。Unsere heutigen Gesellschaft, es was nicht stattfinden darf, dass das Organhandel stattfindet, dass unsere deutsche Regierung mit diesem Land also Geschäfte macht, unterstützt, viele Unterstützung, viel Geld bezahlt, aber gleichzeitig wegschaut, also diese buddhistische Glaubensrichtung verfolgt wird und auch, dass Menschen in Lagern konzentriert werden und gerade Deutschland mit seiner Historie, finde ich, ist das unzumutbar. Ich hoffe, dass man daWach wird, aufwacht. Und dass hier diese Aktion, das finde ich sehr gut. Und hier wird es ja auch gezeigt, wie man es machen kann. 同日、150人を超えるファールンゴン学習者がイギリス・ロンドンで集会とパレードを行い、24年間迫害に苦しんできた中国の学習者に対する声援を示し、各界の人々に迫害を止めさせるための協力を呼びかけました。Looking at it today,More than 5,000 Falun Gong believers have been documented and verified to have been killed through persecution. However, due to CCP censorship,
it's impossible to know the real number. Initially, after Falun Gong began in 1992, the government of China encouraged the practice as benefiting health and cutting down on costs of the health system. Though the popularity of Falun Gong led to its repression, the party could not justify the repression on that basis. The party instead flipped the narrative. 15日、日本三大名城の一つとも言われている大阪城で、日本各地から集まったファールンゴン学習者が2日間にわたる 7.20 反迫害活動の幕を開けました。暗闇の中でね、一筋の光がもしも見えているならば、それを信じていただきたいし、その先には私たちがいると思って、闇をこう抜け出していただきたいなと、もうその気持ちでいっぱいです。皆さんの信ずるところが本物であり、世界を救う民主的なものだから、中国共産党が法輪功の皆さんをターゲットにするんだと思います。皆さんのね、価値観、これは私たち日本人の価値観とすごく共通する部分があります。これはおそらく人間の知力で生まれたものではなく、自然から与えられたものだと思いますので、引き続き苦しいこともあると思いますけれども、ぜひ継続していただきたい。そして私たちも全力で支援をしていきたいと思ってます。頑張っていきましょう。衆議院議員の石橋凛太郎氏はメッセージの中で、ファールンゴンをやっている、ただそれだけの理由で連行されることなど本来あってはならないことであり、まして強制臓器収奪などという蛮行は決して看過できるものではありません。今この瞬間も自由を奪われている多くの方々がいることを考えると、強い憤りを感じずにはいられませんと記しています。また参議院議員の山田博氏は、中国政府によるファールンゴン学習者に対する臓器収奪は人類史上類を見ない犯罪行為であり、文明の進歩に逆行する蛮行として、私も国会において何度となく取り上げてきました。日本政府は法の支配や人権を重んじる国家として、中国政府による非道な人権迫害に対し、強く抗議の声を上げ、一日も早くやめさせるための行動を取っていくべきと考えます。これからも皆様と共に頑張ります、と述べました。15日夜に台湾の台北市で行われたキャンドルナイトでは、台湾5都市から10人の議員と2人の議員代表が参加し、中共に対しファールンゴンへの迫害を直ちに停止するよう共同で呼びかけました。民主、自由、人権、反対器官商品化、这几个价值它是不分党派的，它是没有任何政治立场，但是任何违反这几个价值的团体，我们都要予以谴责，我们都要予以制裁。不管是在台湾，还是在全世界，甚至是在中国，可以了解到中国共产党对人权的打压，对人权的迫害是没有任何的界限的。基本上只要任何的活动，任何的国家去威胁到中国共产党的统治，他下手绝对不会手软。アメリカでは一部のファールンゴン学習者が20日、ワシントン DC で大規模なパレードと集会を行い、過去24年にわたる中共によるファールンゴンへの残虐な迫害に抗議し、中共の解体とファールンゴンへの迫害の停止を訴えました。安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さんが17日から台湾を訪れ、蔡英文総統をはじめとする台湾の要人と面会しました。19日、昭恵さんは台湾南部の高雄市を訪れ、昨年9月に建てられた安倍元首相の銅像と初めて対面しました。銅像に喧嘩した昭恵さんは、何度も声を詰まらせました。昭恵さんは目に涙を浮かべながら、安倍元首相の銅像に花束を捧げました。今回、昭恵さんは台湾に対する元首相の思いを引き継いだ形で、台湾を訪問しました。18日には、高雄市の高毛港保安堂を訪れ、現地には陳其迈高雄市長や陳菊監察委員長も訪れました。昭恵さんはスピーチの中で、主人は生前から台湾訪問を計画していたと語りました。主人は本当に台湾のことを愛して、
そして去年は今日金秀先生もいらしてますけれども、多くの日本の皆さんとともに、コロナが落ち着いてこの台湾に訪問させていただくことを大変楽しみにしておりました。昭恵さんはスピーチの途中で何度も言葉を詰まらせ、夫への思いを隠しきれませんでした。今回元首相の意思を継いで台湾を訪れ、台湾と日本の深い友好関係を身をもって実感したといいます。台湾と日本は本当に深い深いところで通じ合っている、そんな関係なんだというふうに今回訪問させていただいて改めて実感しています。安倍元総理はかつて日本と台湾は基本的な価値観を共有する重要なパートナーであり大切な友人であると述べられました。私たちは挫折しても決して諦めなかった安倍元総理の精神を受け継ぎ、日台友好とインド太平洋地域の平和のために引き続き努力してまいります。昭恵さんは炎天下にもかかわらず集まった台湾各界の VIP や200人以上の参加者、そして銅像の建設に感謝の意を表しました。また東日本大震災の際に手を差し伸べてくれた台湾に改めて感謝し、今後も日台友好のために主人の魂と力を合わせていきたいと語りました。 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Gan Jing World.